品川寺は、東京都品川区南品川三丁目にある、新言宗大御派の寺院である。三号は、天寺山。本尊は、水月観音と聖観音で、江戸三十三箇所観音霊場の第三十一番である。次伝によると、工房大宿空会を解散とし、大同年間に創建されたという、長六元年、江戸城を築いた大田道館により、 ガランが混流され、次号を大円寺と称した。その後戦乱により荒廃するが、上元年に、広子村商人により再興され、現在の次号となった。スイスジュネーブ氏と深い縁を持つ盆昇をはじめ、江戸六地蔵の第一番にあたる地蔵菩薩像や、東海七福神の美写門天などがある。明暦三年の明があり、徳川幕府第四大将軍、徳川家綱の鬼神とされる。 金見二六観音像をい出する。この金は幕末に海外へ流出し、パリ万博、ウィーン万博に展示されたと伝えるが、その後所在不明となっていた。大正8年、当時の住職であった中田淳海は、金がスイスジュネーブ市のアリアナ美術館に所蔵されていることを突き止め、返還交渉を開始した。外務大臣、シデハラ・キ他多くの人々の尽力により、 ジュネーブ氏議会は金を日本へ戻すことに同意し、昭和5年同市の行為により品川寺に返還された。平成3年には品川寺からジュネーブ氏に新しい盆栽が送られた。品川区とジュネーブ氏は平成3年に友好都市となったが、交流の契機となったのはこの盆栽である。地蔵菩薩座像。ありがとうございます。